ラーメン好きにはたまらないイベントが今年も開催です。全国の有名ラーメン店が札幌に集結する札幌ラーメンショーが来月13日に始まります。札幌ラーメンショーは2015年に始まり、毎年10万人以上が来場するラーメンの街札幌の名物イベントです。去年は黒醤油のスープと太麺が特徴の富山ブラックの名店や、ホタテをふんだんに使った上川のシムカップ村のラーメン店などが人気でした。今年は第1幕が来月13日から19日まで、第2幕が来月21日から26日までの13日間開催され、合わせて20の店が参加します。注目は広島県の牛タン専門店が発祥のラーメン店が作り上げた牛骨ベースの白湯ラーメンや、金沢のご当地味噌ラーメンの有名店が本場札幌に参戦します。道内からは七飯町にある沖縄出身の店主が作るラーメンが初出店します。北海道で、まあ、沖縄そばをやってるっていうところで、まあ、こちらも珍しいと思うんですけども、あのメニューの想像がつかないので、まあ、これは本当にメニューの発表が非常に楽しみだなっていう。ラーメンはどれでも1杯980円で、会場は今年も大通公園西8丁目の予定です。